こんにちは、お片付け研究室チャンネルの P です。今回は一生リバウンドしない片付け方法というテーマについて、石坂京子さん著、一生リバウンドしない奇跡の3日片付けをもとに考察していきます。この動画を見ることによって、家をたった3日間で綺麗にする方法を学ぶことができます。それでは早速参りましょう。突然ですが、これまで片付け本を読んで知識を身につけてきたのに、なかなか家が片付かない。もしそんなお悩みを抱えた方がいたら、あなたは何てアドバイスしてあげますか？今回ご紹介することを実践していただくと、どんな家でも3日間で綺麗に片付けることができるでしょう。それでは具体的な方法を解説していきます。一言で言うと、思考改革で片付けの意識を変え、3日間を正しく活用するです。思考改革で片付けの意識を変えると言われても、イメージが湧きにくいかもしれません。簡単に言うと、片付けに対する考え方を改めるということです。人はそれぞれ大切にしているものが違います。つまり、片付けの優先順位も人によって異なるということ。片付けの知識を得るだけではなく、自分に合った片付け方を見つけることが重要です。自分に合った片付けができないとリバウンドしてしまうことも。本書で言う思考改革とは、自分が生活で何を優先したいかを決めることから始まります。ここでは3日間で完結させる片付けの極意について、ポイントを3つに絞ってみました。片付け切るための3ステップ、片付けに使う3種類の神器、3日間のスケジュール。ここからさらに詳しくこれらを一つ一つ解説していきます。片付け切るための3ステップ。まずはじめに、片付け切るための3ステップについて解説していきます。著者の石坂さんは、片付けることと片付け切ることを区別して考えています。まずは2つの言葉の違いを紹介していきます。片付け、文字通り片付けていくこと、一般的な片付けのことを意味します。片付け切る、片付けをして自分が望む最高の状態にすることです。片付けたけれど部屋の隅に物が残っているような状態は片付け切ったとは言えません。しかし、片付け切るのはなかなか難しいのが現実。ここからは片付け切るための3つのステップについて紹介していきます。ステップ1、思考改革で理想の暮らしを思い描く。まず大切なのは、自分の理想をしっかりと知ることです。どんな家に暮らしたいのか、暮らしの中で大切なことは何か、これらのことを明確にしておく必要があります。本書では、片付け本を読んでも片付けられない原因は、これらのことを明確にできていないからと述べています。その理由は、他人に仕組みを作ってもらっても一時的にしか片付けられないからです。人生で何を優先しているかは人によって違います。だから、他人が作った仕組みを利用してみても一時的にしか片付かないのです。大切なのは、自分の人生で大切なものをイメージして、その暮らしを実現させるためにはどうすればいいのかを考えること、そしてそれに合わせた片付けを行うことが重要です。ステップ2、物を管理できる量まで減らし、収納に3割のゆとりを作る。片付けるためには、物を管理する必要があります。あなたは日用品のストック数や持っている服の数などをすぐに答えることができますか？物の数を把握できていないということは、片付けができていないのと同じことです。数を把握するには、物の数を管理が行き届く量まで減らすことが一番です。目安としては、収納スペースにぎっしり物が詰め込まれている状態ではなく、3割程度のゆとりができるくらいまで物を減らせるといいですね。ステップ3、リセットで綺麗をキープする。リバウンドを防ぐためには、定期的な確認が必要です。せっかく綺麗にしたのに元の状態に戻ってしまっては悲しいですよね。そこで、1日15分を使ってリセットしましょう。リセットとは、物を定位置に戻すことです。毎日たったの15分リセットをすることで、常に綺麗な状態をキープすることができますよ。片付けに使う3種の神器。続いて、片付けに使う3種の神器について解説していきます。ここでは、
石坂さんがおすすめする片付けを手助けしてくれる強力なアイテム3種の神器を紹介していきます。紙袋、家のあちこちに散らばっている化粧品や文房具、書類といった小物をカテゴリー別に分けます。これらを紙袋に入れて管理すると小物が散らばる状態を防ぐことができます。どのような大きさの紙袋でも構いませんが、しっかりとした作りのものが良いでしょう。空き箱、使い道は紙袋と同じですが、空き箱の利点は縦に置けること。縦に置くことで置き場所の無駄を省くことができます。小物をカテゴリー別にまとめることでコンパクトにどこに何があるか分かりやすく収納を管理することができます。マスキングテープ、マスキングテープで収納場所にラベリングをしましょう。一目で物の場所が分かるようになります。ご存知の方も多いと思いますが、マスキングテープは手で簡単にちぎることができ、簡単に剥がせる便利グッズ。最近ではおしゃれなデザインもたくさん販売されているので、好きなマスキングテープで収納場所を素敵に飾ってみましょう。ここまでが本書でおすすめされている3種の神器でした。著者石坂さんが片付けて重要視することは、床に置いてあるものや出しっぱなしになっているものをなくすことです。そのためにはすべてのものに住所を決めて収納することがポイントです。綺麗に物を片付けるためにぜひ3種の神器を活用してみてくださいね。3日間のスケジュール、最後に3日間のスケジュールについて解説していきます。ここでは本書で紹介されている3日間で家を片付ける方法について、具体的なスケジュールをご紹介していきます。初日、バックヤードの片付け。バックヤードとは押し入れやクローゼットのように普段は人目につかない場所のことです。実は片付けをサクサク進めていくためには順番がとても重要なのです。押し入れなどバックヤードの中には、持っていたことさえ忘れているようなものがあることも珍しくはありません。使っていない不要なものを捨てるだけでも、随分とバックヤードの中に収納スペースが確保されます。このスペースこそ家を片付ける時のポイントとなります。2日目、キッチンと水回り。キッチンの片付けに頭を悩ませている人は多いのではないでしょうか。キッチンの片付けのポイントは、まず物を減らすこと、そして動線を考えて全ての物を戸棚から引き出しに収めることが重要です。キッチンを外から見た時に調味料や調理道具が見えないようにしましょう。そして水回りには洗剤などのストックを置いていることが多いですよね。もしストックがたくさんある場合は、持てる数を各種1個までとルールを決めましょう。無駄に物が増えるのを防ぐことができます。3日目、リビングと玄関。リビングと玄関を片付ける時のポイントはお客様目線にあります。お客様に見られる場所だからこそ、客観的な視点が役に立ちます。自分がお客様になってみると、いらないものが自然とわかるようになるでしょう。以上のように3日間のスケジュールを簡単にご紹介しましたが、もっと詳細を知りたい方はぜひ本書をご覧ください。では最後に、この動画の考え方をまとめて振り返っていきます。まず、片付け切るには思考改革を行い、定期的なリセットが必要ということ、そして3日間のスケジュールに沿って片付けていくということでした。片付けをするには自分の考えと向き合うことが大切になります。この部分を無視して片付けをしてしまうと、自分の理想の生活と違ってしまい、結局はリバウンドしてしまうのです。リバウンドを防ぐためにも、自分の理想を考えることから始めてみましょう。以上で、家をたった3日間で綺麗にする方法の解説は終わりです。概要欄に今回ご紹介した本のリンクを貼ってありますので、チェックしてみてください。お付き合いいただきありがとうございました。このチャンネルでは、片付け、掃除、家計に関する本を紹介しながら、暮らしを良くするためのお役立ち情報を配信していきます。気に入っていただけたら、チャンネル登録やいいねをいただけると嬉しいです。また、このチャンネルの運営会社アシストでは、公式 LINE のご登録をお待ちしております。お片付けや出張買取などのご依頼がスムーズに行えるほか、有益な情報もお届けしています。詳しくは概要欄にリンクが貼られているので、チェックしてみてください。それではまた、次の研究動画でお会いしましょう。バイバイ。